武器庫でアルマを見てるのね。だからエンジン右から左に行くアルマだったら分かる、ゲンさんのカメラ情報は。アルマは僕の予想だとキッチン展望ぐらいで死んでると思う。シェルフいないの？シェルフは。え、さん、初手で、初手でプッキじゃない？いや、高田さん弁当は一番強いから、僕は高田さんに入れますよ。高田さんから行きたいですね。なんで？え、プテさんの方が初手でプテじゃないの？あー、え？さあ、よろしくお願いします、クルメイト。おー、あ、僕ね、なんか最近マットだとね、弁当入れないバグがあったんですが、今弁当がなんかよくわかんない位置にあるわこんなとこだったっけ。長あら、おい、なるほど。今は住んでもろてアーカイブの円卓のとこに住んでました。あ、見てる側です。じゃあゲンさんは絶対無理ですね。うん、メイヤーダウンロードしてた。あ、アーカイブでダウンロードしてました。で、アーカイブじゃねえ、金庫でダウンロードしました。僕はあれ、アーカイブでダウンロードしてた人誰だ。は7個さんっすね、初動。あ、それが7個か。はい、貨物脇だよね、でも七子さん。いや、アーカイブ脇。あ、アーカイブ脇だっけ。伊豆七子でアーカイブ脇、七子さん最速ダウンロード、僕ラウンジの方に行って、アルマ慎太郎で、一番最初にすれ違ったのは高田さん、アーカイブ側に行くのは。俺はね、多分容疑者筆頭位置で、多分最後に七子ら辺も見たのも、まあ俺シャワーのちょうどタオルを回収して、机ぐらいの位置です。え、机だったら円卓で死んでたんだって見えるんじゃないですか。違う、シャワーのタオル回収。ああ。びっくりした。僕今ラウンジからアーカイブに入ろうとした瞬間で、僕からアルマガミイズの3人に白打てますね。カモズメマガミイズ。え、僕は？あ、慎太郎さんもずっと。あ、慎太郎無理無理。僕最終貨物です。え、貨物さん見てないからわかんない。あ、貨物脇は見てます。あ、そうなんだ。まあ弁当があるから。まあまあ。まあまあまあ。てか神様とガミさんとイズさん、アルマイズまではもう全4人でしょ。それには割と固まってたから。視界に入ってるから。うん、大丈夫かなと。オッケー、私浮いてるは浮いてます。エンジン脇でゲンさんが上行くのを確認しながら、私がそのまま武器庫に入っていって、展望に入って停電直そうとしたら直って、今最終セキュリティとキッチンの廊下です。うん、ほいほい。あれ、これレポートだっけ。いや、レポートじゃないです。畑坂さんの情報では、うん、見つけたって情報が出てます。畑坂はどういう黄色で、メイン、タウン脇、シャワー抜けてアーカイブに行った時に停電ぐらいになってて、停電になったからヌーンじゃないや、昇降機右で直そうとしたら直ったから戻ってアーカイブで発見みたいな感じ。あ、じゃあ結構直近。そうですね。直近だと思うよ、俺の視点も。そこまでなのか移動してる。シャワー側が高田さん埋めてて、飛行機右側畑さん埋めてて、貨物からベントで飛べんのがプテさんぐらい、だから、うん、3時間じゃん。貨物でどこでタスクやつ。金庫タスクと給油が終わったとこです。あー、じゃあ見てないな。まあベントはかなりシビアなタイミングかなって思いますけど。いや、そうですね、うん、美味しいうめえ。なんか知らないけど容疑者になった。これご主人誰これご主人誰ですの。しかも、これさすがに切られないと思うよ。一旦ね、避難して。うっ、恐ろしい。長っ。あら、ほい。アルマの死人があって、あれ、高田さん。
ピカミトになってる。あ、ほんまない。ごめんなさい、ミュートになってた。まあ、まあ、いや、バイタル前で死んでました。誰バイタル前誰がピカクロス。え、絶対ありえないです。僕そこから来てるし、バイタルも見てるんで。おお。あ、じゃあまあ。高畑対抗、高畑どっちか対抗かな。そこ対抗なのね。はい。だ、うん、あと、あ、現実で私カメラ10秒全部使っちゃったんですけども、タイミングがちょっとごめんなさい、覚えてないんだが、エンジンで伊豆さんとアルマさんがセットでいるのが映ってました。はい、中盤そうですね、カメラで映ってるの見えてて、それにアピールするように踊ってた。うんうん、でカメラ、うん、あ、どうぞ。あ、いや、いいですか。右、はい、右から左に行くとかですか。僕アルマを武器庫で見てるから。あ、その後、一緒になってて、カメラが消えた途端、俺はコックピットの方向、アルマは右の方向、多分メインの方向行ったんじゃないかなとは思う。え、あ、そうなの、うん、え、いや、それだと目的位置が合ってるな。武器庫でアルマを見てるのね。だからエンジン、右から左に行くアルマだったら分かる、ゲンさんのカメラ情報は。え、直近でアルマを見てるってこと？あ、直近？違う、カメラ直近ですか？カメラ全然直近じゃないです。10秒前くらいですよね、イメージ。10秒以上前ですね、なんやったら。ああ、じゃあ僕は15秒ぐらい前。僕は10秒前ぐらいに、アルマが、武器庫で、武器庫の下の方に行くのを見てる。僕、武器庫にいました。ああ。なので、僕の方が情報振る、新しい。うん。だから、アルマは僕の予想だと、キッチン展望ぐらいで死んでると思う。ああ、ただ、私視点それは否定しておきます。うん、私、その後、キッチン展望方面行ってて、見てないから。だとすると、プテが人外になると思うよ。ガミさんと、ゲンさんと、シンタロウと、俺が、エレキ、石油側でかなり見合ってたから、うん、なさそうな気がするけどね。ゲンガミの2人ってどうですか？まあ、いや、それだと、僕視点は、展望奥とかで、アルマが行った時に、コックピット側からベントで飛んだ伊豆さんとかがあるし、ゲンさんもある。いや、俺の、プテさん対抗で、あ、どうぞ、高田さん。ああ、じゃあそっちでもいいけど、初手的な高畑なんじゃない？じゃあ高畑から行ってほしいけど、僕なのこれ。シェルフいないの？シェルフは。初手さん、初手で、初手でプテじゃない？いや、プテさんの弁当は一番強いから、僕は高畑さんに入れますよ。高田さんから行けないよ。高田さんから行くのね。なんで？え？プテさんの方が。初手でプテじゃないの？ああ。え？プテさんほぼ最高でいいと思います。あれはメインの方に戻って武器に行ってることになるんで。え？まあ、負けなんだけど、プテイズに関しては、なんか言い分感あるけど。わかんねえ、わかんねえ。待って、これ。おい。おい。一応、初手キル。で高田さんがサイクロかなと思ったんで初手切る込みで高畑ローラーから行けばいいかなと思ったんですけど、はい、全然副視点は OK です。プテさんはもう考えなくていいんですか？いや、で次がプテさんかなと思ってますが、まあ、だってプテさんのベント切るって高畑どっちの視点も食いかかる、かいくぐらないといけないから一番少ないと思うけど、うん、そう、まあ、それにさっきも高畑対抗してんだからそこから滑るのが定石かなと思った。そのイズプテ対抗わかんないからさ、ゲームの人間じゃないと。うんうん、でも初手切るってさ、誰ができるんだっけ？高畑、終わって、終わって、終わって、畑だけど。正直、じゃあ、高田さんで落ちてそうですね、実施点は。畑さこが、プテ情報出してるからね。まあ、負け筋は畑さんマット、プテアシさんインポスターぐらいかな。それで畑さんが死人隠してるとかあるけど、ギリギリ。プテ高だった場合のみ、まあちょっと困るけど、まあでも、僕視点で確実に、あの、ピカさんの方のキルで、あの高田さんがインポスターなんで一落ちているので、ここまで釣ります、今日任せますけど。振るんじゃない？うん、まあ、高田さん釣ってからには、まあ、ほぼほぼ高田さんだと思ってますけど、うん、一応安定のために釣りたいです。まあ僕は高田さんクレーム多いにあると思ってるから、まあ安定は取りたい、うん、そうですね。現時点でのみプテさんの方が人外濃かった理由として、私がカメラ情報を見た後に接近、キッチン展望まで行って展望でダウンロード終わってるんですね、うんうん、ぐらいまでの時間があったので、プテさんがそのベント切るんぬんって話は私視点でのみ強く否定できたのでプテさんに入れたって感じで。あ、じゃあまあゲンさんっぽく見えます。自分はコックピットからの伊豆さん介入を否定してるんでしょ。だってあ、まあ、伊豆さんがコックピットにいたかどうか分かんないけど、少なくとも展望で死んでないっていうんだったら、まあ、です。僕はアルマが
武器庫、キッチン、あるいは展望席どっちかにしかもう行ってないから、ゲンさんっぽいです。まあ僕は畑迫さんに入れるんですけど、あとこれラグだったらごめんけど、メア君はほぼマットメイトだと思ってるわ。なんで？え、多分シャワーの弁当入ってると思う。入ってないよ。入ってないか、ほら、ラグまでかもしれないわ。まあ一応じゃあ、新田さん、これ私もね、ラグの可能性がある件が1個あって、メイヤーさん多分アップロードされてますよね、ニキルのターン。そう。はい、席の紙あの壁にめり込んでるメイヤーさんがずっとカメラで映ってたんで、多分メイヤーさんちょっとこのゲームラグいいかも。じゃあ、いや、でも俺でもあのシャワーのところで立ち止まってはいるから、それはそうだけど、まあまあまあ。あと1任せました。ステイズどっちかは。一応ボタンを押して。ゲンさん入んないの？畑さんして。もうそっち側ちょっと僕よく分かってないんで、ステイズ。いやこれ、伊豆さんか、じゃあ。伊豆さんとに1キロ取ってほしいな。おい、はい、おい。マットもない。じゃあ、1インポスターは確実に落ちたってことでいるかな。ブー悪いね、これ。1。腹がむずいな。まあ。僕はゲンさんっぽく見えてるけど、ゲンさんマットの場合は、エディさん、なんか直してます？私は直してないかな、今回。エレキ側にメイさんがいるんだっけ？エレキに、てか俺はガミさんとゲンさんをセキュリティのカメラと、テープタスクに置いて、うん、エレキで慎太郎と合流してメインシャワーって言ってるのね。うん、あ、はいはい。そうだね。だから、キルができる位置ではない。うん。オッケー、マットは指定はできない。一応奥視点は、まあ、展望、キッチン、石油の通路とかその辺であるアンマが死んでる予想なんですよ。でゲンさんがそこをもう全部潰してるって言ってるから、ゲンさんもマットでしたあの死人を潰してる場合はかなり辛い。ゲンです。厳密なことを言うならば、私はさっき言ったと思うんですけど、展望でダウンロード終わるぐらいの時間はあったので、うん、私がダウンロードしてる間にアルマさんがそちらに来られて、第三者にズバは一応あります。なんで、イズブって私視点では結構どっこいっちゃどっこいですね。話聞いていると。なんか、イズさんの議論をプテがかなり遮ってたから、プテがめちゃくちゃ人間に見えちゃった。まあ。イズプテの対抗感はわかる。それはちょっと申し訳ないんだけど、さっきの、あの、初手の話で結構僕がピンチだったから喋んなきゃなと思って、いっぱいちょっと言っちゃったんだけど。まあ、戦わないからそれしかないですね。そうですね。もう僕持たないから、プテさんじゃなかった場合、僕コミサボ走るんで、それ以外、欲しいな、みんなには。ゲンもボタンないんで、じゃあ左か右に行きます。ボタンは僕行きます。で、プテハシさんからにさせてください。いやマジか、じゃあ負けました。ちょっと誰かわかんないけど、まあどっちにしよう。ゲンさん、ゲン、一生懸命ボタン押せたらゲンさんで、プテさんがクルーの時は伊豆さんもゲンさんもインポスターあるってことですもんね。プテさん視点では一応私もあるのか、まあ、両親がいたらプテさんが来るだったら、ね、ルーだったらきついんじゃないかなり、うん、いや、プテさん、ゲンさんをマットで置いた時の狼道ってどこですか？全然伊豆さんもあるし、その石油の方までなんだっけ、あれだ流れてる場合、そのあれが分かんないわ、その位置関係が。メイヤさんとかは絶対ないって話なの。ガミが塞いでるんで、慎太郎メイヤは多分ないと思う。いやでもこれはちょっと申し訳ないっす、分かんない。まあ一応じゃあ入れときますわ、意思表だけ。に人が僕も多分ボタンあるんで、僕もボタン行きます。これは、うん、終わんなかった伊豆さんかな、私には。そう、誰だ誰だ、死んだのは誰だ、誰だ、え、これどっちですか、ハタタカバ、ハタサコ、ハタサコ黒か、うん、なんだ、強気の強気の発言だったね。中じゃなかったらじゃあ使ったのか。そうなんですよ。さあどうなる。ああ左が誰もいないし、これはああまずいか。でもあミーティング、これはあミーティングいるの？うん、一人いますね。これはただあでもそうか、ボタンがあるのか。あ切ってる切ってる切ってる。あでもあ右が直らない、あ右が直んないんだ。うんうん、いけいけ、あこれはこれはわあ、だからそう、直した直した直したの、あれ、あ直したの、ドアが開いてると思ったんじゃない、ボタンあるよ、
ええんこれプテさんマットテマットで伊豆さんじゃない、ね、ああそれしかないよね。ミスったいやどんまいこれはあいや間違えてサボ直しました。あらららら慎太郎、まあ伊豆さんは人外確定なんでマットがプテだったら伊豆さんは書くだね。伊豆さんもマットでしょ。だって人数がおかしくない。だって6人番目でプテさんつってんだから、うん、そうそう、うん、プテがマットだったら伊豆さんが確実にインポスターで大丈夫だと思う。せやね。あぶねえ。ちゃうんすよ。あの扉閉めてえなーと思ったらリアクターの押せばいいやんと思ったらボタンで忘れてる。お最悪絶対買ってたやん。あぶねえ。あ2キルできたってことこのターンに、うん、右でキルしてたから残り15秒やったかな。あそっかサボが飲んなかったら確かにやってもたーどまいどまいいやどまいどまいいや惜しかったスペースの人外差はガミさんシェリフですよね。そうやっぱり議論がめっちゃシェリフっぽかった。確かにあ最後出ましたよシェリフ。あ出てました。あ聞こえてなかった。はい3キルの時にうっすら言いました、はいはい、惜しかった。